皆さんこんにちは。好きを仕事にする大人塾笠子塾塾長の笠子と申します。今日は面白いほうれん草があるということで食べてみたいと思うんですけど、これは何なんですか？これは缶詰ほうれん草で一般的にある朝霧という種類みたいで、自然栽培で作ってます。で、厚真町にあるなんだっけ、エミナ農園というところでアート天皇法という作り方で作ってます。普通はこの黄色っぽいのがなんか枯れてると皆さん思うかもしれないんですけど、この黄色っぽいのがより甘くて美味しい。なんとリンゴの味がします。甘いんです。リンゴの味のほうれん草、食べてみますか。どうぞどうぞ食べてみてください。これ普通に見たらほうれん草ですよね、これね。ちょっと肉厚で、噛めば噛むほど。何これ？リンゴじゃんこれ。リンゴでしょ？何これ？ほうれん草じゃないでしょ？リンゴ食べてるみたいこれ。でしょ？何これ？どうやってなんかリンゴの味をなんか上から塗っただけじゃなくて、リンゴですこれ。リンゴだねこれ。なんだこれ？でしょ、不思議でしょ？これ。なんでこんなものを作ったんですかね。なんか作り方で普通のほうれん草が家庭菜園もできる、普通のほうれん草がこうなるみたいです。すごい感動したので。これなんか高級レストランとかでサラッと出して、そう普通に置いといてちょっと食べてくださいとかっつったら、ね、めっちゃ驚かれますね。ね、すごいんです。これどっかで買える？買えない？インスタで買える。はい、フェイスブックでも金谷さんっていう方、後でどこかに概要欄に出しますので。これ皆さんドッキリとかで絶対これ買ってさらっと置いて食べてみなとかっつったらいいですね。何の味って食べたら衝撃の味です。すごい、こっちここリンゴだ。これすごいでしょ、茎が。茎リンゴ、根っこも甘いんだって。根っこも甘いというわけで、何でしょう、もう一回農園名を言ってますか。はい、エミナ農園です。リンゴ味のほうれん草ということで、欲しい方は概要欄のインスタ、フェイスブックに何使うか分かりませんけど、きっとネタになるんじゃないかなと思います。はい、ぜひこの衝撃を食べてみてください。ありがとうございました。ありがとうございます。